ジェズアウゾフェレーラは、ポルトガルのサッカー指導者。現在は、プリメーラリーガのボアビスタの監督を務めている。ポルトガル国内の中小クラブの監督を歴任し、1996年から2000年まで U-21 ポルトガル代表監督を務めた。2002年に短期間 SL、ベンフィカの監督となるも、成績不振で解任。 2003年4月から SC ブラガの監督に就任し、2005から06シーズンには、ブラガを4位に導くなど、大躍進を遂げた。2006年8月、ボアビスタ FC との契約を破棄して、FC ポルトの監督に就任。2006から07、2007から08、2008から09、と、リーグ3連覇を果たした。UEFA チャンピオンズリーグにおいても、ベスト16。 ベスト8進出と安定した成績を残した。リカルドク・アレスマ、ペペ、リサンドロ、ロペス、ラウルメーレレスらをリーグ屈指の選手に育て上げるなど、ポルトの黄金期を築いた功績は大きい。2009から10シーズンはリーグ戦3位に終わり、退任した。2010年6月、スペインのマラガ CF 監督に就任。 大型補強を完光するも成績不振のため2010年11月2日に解任されたが同月20日にギリシャスーパーリーグのパナシナイコス FC 監督に就任2年連続でクラブをリーグ2位に導いている2012年11月成績不振のため解任された2013年6月6年ぶりに SC ブラガの監督に就任 2020年12月14日、成績不振で解任されたバスコセヤブラの公認として、2022年6月までの契約でボアビスタの監督に就任した。ありがとうございます。